ビデオを配置したコンテンツを作成してみましょう。ここでは、FLV ファイルを配置したコンテンツを作成します。ご覧の画面では、このようなドキュメントがステージ上に開いてあります。特にアニメーションの設定は行っていない、1フレームのみのシンプルなドキュメントです。ステージサイズを確認します。1024×576 ピクセルです。 ではこちらのステージにビデオを配置してみましょう配置するビデオを確認しますこちらの MP4 形式で準備したビデオを利用してみたいと思いますフレームサイズは1 1 8 0かける7 2 0ピクセルとなっていますフラッシュに戻りますではビデオを配置しましょうファイルメニューから読み込み、ビデオの読み込みと進めます ビデオを読み込むためのウィザード画面に切り替わりました。まず、ビデオファイルが保存されている場所を指定します。参照をクリックします。開くダイアログで、ビデオファイルの保存されている場所を開きます。ここでは、こちらの MP4 のムービーファイルを選びます。では、ファイルを選択し、開くをクリックします。下のオプションでは、 外部ビデオを再生コンポーネントとともにロードするを選んでおきますなおビデオの展開方法にはいくつかのオプションがあります外部ビデオを再生コンポーネントとともにロードするは再生される FLV ファイルとそのビデオをコントロールする部分やドキュメントのタイムラインと分離し利用する方法ですそれに対しスイフに FLV を埋め込みタイムラインで再生するは 再生される flv ファイルを直接スイフファイル、つまりフラッシュの再生ファイルの中に埋め込んで展開するという方法です。ただし、ごく短いビデオコンテンツの場合のみに使用するのが一般的です。こちらのオプションである web サーバーフラッシュビデオストリーミングサービスまたはフラッシュメディアサーバーにデプロイ済み。では、flv のストリーミングを行うためのサーバーを利用して。 ビデオを展開するときに選択しますここでは外部ビデオを再生コンポーネントとともにロードするを選びますここでビデオファイルの形式やサイズを変更したい場合はここから Adobe Media Encoder を起動します Adobe Media Encoder を起動をクリックしますすると Adobe Media Encoder が起動しました Q パネルのリストの中に 選択した MP4 のムービーファイルが追加されていることがわかります形式は FLV となっておりプリセットはソースの属性と同じ高品質となっていますプリセットを変更しましょうプリセットのリストを開き目的に合ったプリセットを選びます今回はこちらの16対9のプリセットを選択してみましょう プリセットのリンクをクリックすると書き出し設定が開きますこちらでインポイントとアウトポイントを設定して書き出す範囲を指定することができます再生ヘッドを動かしてインポイントとアウトポイントを設定します範囲が設定できたら OK をクリックします最後に、 出力ファイルの場所を確認し、Q を開始します。FLV を生成することができました。エンコードが終了したら、フラッシュプロフェッショナルに戻ります。メッセージ画面が表示されている場合は、OK をクリックします。では、改めて FLV を指定しましょう。 参照ボタンをクリックします。こちらに、MP4 のムービーから書き出した FLV ファイルがあります。選択して開くをクリックします。このように、ビデオの読み込みのウィザードから Adobe Media Encoder を起動し、FLV ファイルを作成することができました。では、 FLV ファイルを指定することができましたので、次へをクリックします。スキンを選びます。つまり、再生される FLV をコントロールする部分のインターフェースのデザインや機能を選択する画面です。ここでは、こちらのスキンを選びます。上では、どのようなデザインになり、どんな機能を持ったボタンが付くのかを確認することができます。 ここではプレイボタンとシークバーフルスクリーンの切り替えがつくことがわかりますでは次へをクリックしますこれで FLV ファイルを読み込むための設定が完了しましたあとは終了をクリックします FLV ファイルがレイヤー上に配置されました ビデオがステージとずれている場合は、選択ツールで位置を整えます。再生のコントローラーも追加されています。プロパティパネルを確認します。様々なプロパティがあります。例えばこちらは、再生コントローラーであるスキンのプロパティです。値の欄でクリックをすると、スキンの選択ダイアログボックスが開きます。 スキンの種類を変更することができます。上には、オートプレイのプロパティがあります。こちらにチェックをつけておくことで、再生時に自動的に実行させることができます。スキンオートハイドのプロパティにもチェックをつけておきましょう。再生コントローラーが非表示になり、ビデオにマウスカーソルを合わせると表示されるようになります。では、試してみましょう。 制御・プレビューと進めますこのようにムービープレビューが開始されると同時にビデオも再生されましたマウスカーソルを外すと再生コンポーネントが非表示となり合わせると表示されます再生や一時停止の切り替えシークバーの操作などが行えます ウウィンドウを閉じます。このようにフラッシュプロフェッショナルではビデオの追加を簡単に行えるだけでなく Adobe Media Encoder を呼び出して別の形式にエンコードしたり再生コンポーネントをつけることなどもできるのです。